今日はみんなにある話をしようと思うの。どんなお話？みんなも知ってる、あの伝説のレース。そこで競い合った馬娘たちへつながるまでの道のり、残し紡いだティアラの馬娘たちの定石、太陽のようにまぶしかった一人の馬娘と私たちの物語。分かったわ。それじゃあチームアスケラ全員揃ってるかしら。出発前の最終確認するわよ。はーい、チームメンバーその1、ここにいます。自分の荷物も積み込み終わってます。自分も終わってます。あ、お菓子いっぱい持ってきたんで車内で食べましょうね。ちょっとやたら荷物がかさばってると思ったらもう。で、新入り2人は大丈夫かしら。はい、シーザリオ問題ありません。ラインクラフトもです。忘れ物も多分ないと思います。そうね、なんといってもクラフトさん、今回はあなたのための遠征なんだから。おお、よろしくお願いします。初 G は皆さんの応援にもきっと応えてみせますから。で、肝心のあなたは大丈夫なわけ？昨日はしっかり寝たの？ちょっとクマがあるように見えるのは私の気のせいかしら。緊張でなかなか寝つけなかったってところね。もう相変わらずヘッポコなんだから。ともかく阪神レース場近くの宿まで休憩込み8時間、しっかり運転しきってちょうだいよ。うとうとなんかする前に横から太ももつねってあげるんだから。あ、そろそろ右車線行った方がいいみたいよ。はいはい、ぼさっとしないの。にしてもあっという間に全員ぐっすりだなんて、みんなも寝つけなかったのかしら。起きてあなたを見張ってるわよ、おバカね。こんなにたくさん積んでるんだから責任重大よ。ほんとたくさん増えたわね、メンバー。この番いっぱいになる日が来るだなんて、あなた想像してた？これからはお前にチームアスケラの担当トレーナーを引き継ぐ。いいな、しっかりやれよ。あったわね、そういえば。少し懐かしいくらいだわ。今となってはこんなに増えて、その上 G1 レースにも出られるような大型新人が2人も入って、なかなかのチームになってきたんじゃない？さあ、各馬娘続々とゲートイン。
どの馬娘も見事実力を知らしめ、トレーナー陣からのスカウトを獲得せんと燃えています。体制完了、選抜レーススタートです。やあ、さあ素早く好位置につきました。ラインクラフト、これは抜群の出足だ。おお、さすが、レース序盤から見せつけてくれるな。ラインクラフト、前評判通りかなりの先行力を持った子ですね。まだまだいける、このまま。よしよし、ペース配分もいい感じだ。こりゃこのままラインクラフトが勝っちゃいますかね。いえ、そうはいかないはずよ。だってほら、終盤になると。さあ残り 400m、 ここでシーザリオ、シーザリオがスタート。後方から馬群を割って一気に抜け出してきた。恐るべき恐るべき速さです。他馬娘を悠々と抜き去り、シーザリオ一気の末足で先頭のラインクラフトに迫る。はじめまして、トレーナーさん。私、ラインクラフトです。シーザリオと申します。選抜レースお越しいただきありがとうございました。あの、私たち一生懸命頑張りますから。だからチームアスケラに加わりたいです。私たちの担当トレーナーになっていただけませんか。よろしくお願いいたします。そうね。で、気合い入れて頑張った結果どうなの？クラフトさんの阪神ジュベナイルフィリーズ、賞賛はありそう？それは大丈夫じゃない？車内でぐっすり寝てるぐらいだし、案外どっしり構えてるっていうか、大一番に強い子なのかもね。チームにふさわしい馬娘だってここで証明してきますから。
ジュニア級女王の座をかけて若き馬娘たちが初の G1 に挑みます。一番人気ラインクラフトはこれまで2000を圧勝、早くもクラシックレース本命と言われています。それでもたやすく取れないのが G1 けど、素質は十分にあるわ。いい？あの子の走りしっかり見ておくわよ。すべての馬娘がゲートに収まり、阪神ジュベナイルフィリーズが今スタートしました。熾烈な先行争い、早くも縦長の展開となっています。注目のラインクラフトは先団の後ろ7、8番手を進みます。みんなの圧がすごいけど、押されてなんかいられない。絶好のポジションを狙いに。ダメダメ、入れ込むなってキングさんにも言われてたのに。力抜いて集中集中。さあ各馬娘、第3第4コーナー中間地点、徐々にペースが上がってきました。よし、ここでラインクラフトもペースを上げた。外目を回り一気に差を詰める。ここでまくって先頭に。スピード出しすぎよ。あんなに膨らんだら差が開いたわ。ですがクラフトはまだ諦めてはいません。え？ラインクラフト先頭とは四五馬身、これはちょっと苦しいか。このくらいどうにかしてみせる。来た来た来た、ラインクラフト、ラインクラフトが一気に差を詰めていく。けど間違いないわ、あの子はこの先クラシックの舞台でも通用する。愉快なことになってきたじゃない、うちのチームも。負けていられませんね。